カンペチェ州カラクムルの古代マヤ都市と熱帯保護林はメキシコカンペチェ州にある同国最大級の自然保護区であるカラクムル生物圏保護区の半分程度とその地区内に残るカラクムル遺跡群を対象とするユネスコの世界遺産リスト登録物件であるカラクムル遺跡は古典気にティカルと並ぶ強大な勢力を持っていた都市国家の遺跡であり2002年に それがまず文化遺産として登録された後、2014年に自然保護区に拡大する形で複合遺産となった。メキシコの世界遺産はカリブ海、ラテンアメリカ地域では突出した保有件数ではあるが複合遺産の登録は本件が初であった。また文化遺産が拡大登録されて複合遺産となった最初の事例でもある。 カラクムルで人が定住したのは先古天気中期で、後期には巨大なピラミッド型の建造物2が建てられている。カラクムルの名はもう一つの建造物愛と合わせて二つの隣り合うマウンドが存在することを意味するが、古天気には蛇を意味するカーン内しカンと呼ばれていたことが文章文字から推定されており、その出現頻度は当時の県政の傍張になっている。 先古天気の様子は、直接的な文字資料をもとないが、他地域の遺跡との比較などを踏まえて、相応の権力基盤が成立していたものと、推測されている。その後、古天気前期には、離れた都市にも支配を広げていたことが読み取られているが、カラクムル自体にはその頃に属する石碑は二つしかない。その後、トゥーンカブヒシュ王の知性以降、領地拡大が顕著になり、 広い範囲を勢力に収めていく。ことに、南のカラコルによるティカルに対する勝利及びその後のティカルの停滞にはカラクムルが大きく関わっていたとされる。カラクムルはその後も勢力を拡大し、パレンケを二度破り、ナランホを攻略して最終的に支配下に置き、ティカルに対してもさらなる干渉によって弱体化を狙った。しかし、ティカルに喫した大敗を境に、 マヤ南部唯一の超大国としての地位から陥落し、徐々に勢力を弱めていく。そして542年から909年までに16人を数えたカラクムルの応答は909年と推測される。石碑に刻まれたアフトーク王を最後に以降確認できなくなる。一般に0世紀末をもってカラクムルは放棄されたとみなされている。 カラクムルでは1450年から1550年の儀式の跡なども見つかっているが密林に覆われて長らく忘れ去られていた。1931年にサイラス・ランデルが発見した後もその研究はなかなか進展しなかった。しかし20世紀の第四四半期になると文章文字の研究や 関連遺跡の非分の研究が進展した結果、カラクムルの重要性が大いに注目されることとなった。構成資産はカラクムル遺跡群と周辺の生物圏保護区である。世界遺産登録面積は33万1397ヘクタール、干渉地帯は39万1788ヘクタールで、 その合計723,185ヘクタールは、カラクムル生物圏保護区の総面積に一致する。カラクムルの建造物通カラクムルの道と森林カラクムルの都市遺跡は30平方キロメートルの面積に6000以上の建造物群が残り、マヤテチ南部では最大級の都市遺跡である。また、石碑の数百二十はメソアメリカ最多である。 そのうち100以上が、西暦652年から752年に建てられており、その期間が、カラクムルの絶頂期ともほぼ対応する。この都市の中心部22平方キロメートルの範囲に、約2万2千人、周囲も含めた70平方キロメートルに、約5万人が暮らしていた時期があったと考えられている。カラクムル周囲に大河川はなく、雨季きに、水の溜まるバホと呼ばれる。 窪地のそばに築かれた都市の一つである。カラクムルに限らず、千古天気には大きな場所沿いに都市が築かれることが、しばしばであった。カラクムルの場合、石灰石の地盤を上がったチュルトゥーンと呼ばれる地下貯水池も含め、40近くの貯水池を用していた。都市内に残る主な構造物は、以下の通りである。カラクムルにも、マヤ都市に見られるクベと呼ばれる舗装された道が15本。 通っており、その中には、エルミラドールに通じる、サクベロクなど、他の都市とつながるサクベもあった。2014年に、大幅拡大された3300平方キロメートル、あまりの世界遺産登録範囲には、250カ所の関連遺跡群が残っている。カラクムルの野鳥カラクムルの蝶カラクムルには、メソアメリカで2番目に、大きな森林が残されている。そのカラクムルでは、 1989年5月13日に大統領令で生物圏保護区が設定された。その面積723,185ヘクタールはメキシコ最大級である。その境界はベリーズ国境やグアテマラの世界遺産のティカル国立公園とも近い。メキシコが属するメソアメリカ生物多様性ホットスポットは世界第3位の規模とされ、その生物賞は 非常に豊かである。その、メキシコの固有種の動物約800種の大半が、カラクムル一帯に生息している。カラクムルの世界遺産登録範囲で確認されている、生物種は以下の通りである。建造物2に残る、石碑1972年に、カラクムル遺跡は文化財保護関連の法令によって保護され、1989年5月に、 周辺の自然環境が生物圏保護区に指定された。世界遺産には、まず、カラクムル遺跡のみが推薦された。推薦された範囲でもごく一部しか解明されていない状態ではあったが、世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議は、カラクムルがマヤの首都の一つであるとともに、その建造物群が地域の政治的、 宗教的生活様式や12世紀にわたる発展様式をよく示していること、その記念品群が美術的にも優れていることなどから、その顕著な普遍的価値を認め、登録を勧告した。そして、2002年の第26回世界遺産委員会にて正式登録を果たした。当初の面積は3000ヘクタール、干渉地域は147,195ヘクタールであった。 その後、2001年に暫定リストに記載されていた、カラクムル生物圏保護区も含む拡大推薦が、2013年1月23日に行われた。その推薦範囲は、同社の面積の110倍以上にもなる33万1397ヘクタールとなった。その推薦を受けて、アイコモスは大幅に拡大された面積には250カ所もの関連遺跡があるものの、 その範囲内にある遺跡で価値の証明に必要な遺跡が全て含まれているかどうかの証明が不十分として登録延期を勧告した。他方、自然遺産関連の諮問機関である IUCN は生態系や生物多様性の潜在的価値を認めつつも、カラクムル生物圏保護区全体の半分ほどに設定された推薦範囲で完全性を満たしているかなどを疑問視し,し、 範囲の最高も含めて登録延期を勧告した。これらの審議を踏まえた第38回世界遺産委員会では委員国の関心は自然遺産の要素を認められるかに集中し文化遺産の拡大範囲の適切性は論点とならなかった。そして多くの委員国は生物圏保護区に指定されていることからその価値に好意的で拡大を承認する意見が相次いだ。 その結果、世界遺産の範囲の設定には、今後の再検討の余地がある旨が復帰されたものの、逆転での登録を果たした。この拡大登録以前にも、オフリド地域の自然、文化遺産、セントキルダ、トンガリロ国立公園、ウルルイコールカタジュタ国立公園、リオ・アビセオ国立公園、ゴロンゴロ保全地域など、拡大によって、複合遺産になった事例は存在した。しかし、 それらはいずれも自然遺産として登録されていた物件の文化的価値が追認されたものであった。それに対し、カラクムルは文化遺産が拡大されて複合遺産となった最初の例である。また、メキシコの世界遺産としては初の複合遺産でもある。世界遺産の登録名は当初は英語、エンシェント、マヤシティ・オブ・コリクムル、コンプチェ、フランス語、アンシェーニュセテ、 マヤでコリクムル、コンプチェであった。その日本語訳は、などであった。拡大登録後の名称は、英語、エンシェント、マヤシティアンドプロテクテッドトロピカルフォレスオブ、コリクムル、コンプチェ、フランス語、アンシェーニュセテ、マヤイフォーレトロピーコレスプロタジアイズでコリクムル、コンプチェである。その日本語訳は、以下のように若干の揺れがある。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。サンミゲル・トリデココ学博物館の展示サンミゲル・トリデココ学博物館展示の筆衰の仮面世界遺産に拡大登録された2010年代半ばの時点ではカラクムル行きの公共交通機関はない。そのためカラクムルへの観光にはカンペチェ市の旅行会社が主催しているツアーに参加するか カンペチェからバスで4から5時間の場所にあるシップヒルの街でタクシーを用意することになる。カラクムル生物圏保護区の入り口にたどり着いても、そこから都市遺跡までは60キロメートル程度離れている。しかも、域内の物販はガイドブックとミネラルウォーターくらいしかない上、出土品の展示館などもなく、出土品を見るには、カンペチェ市内のサンミゲルトリデココ学博物館に行く必要がある。 マヤ文明の遺跡には密林にあっても観光名所としてのインフラ整備が進んでいる例もあるがカラクムルはそれとは対照的であるカラクムルは2002年に文化遺産になっていたにもかかわらず2014年の時点でさえも都市遺跡を訪れる観光客は月300人とされていたしかしこのような訪問のしづらさもむしろ逆にエコツーリズムの面から積極的に 評価しようとする見解もある。ありがとうございます。